ようこそ錦糸町オープンキャンパス in 東京へ。この循環農学類の学びの拠点はですね、この学内にある、フィールド教育研究センターがあります。このような3つのステーションがあるんですけれども、大変規模も大きくてですね、生きた教材が豊富にあります。環境共生学類は知床とか札幌ですね、さらに洞爺湖とシグカップなど、さまざまな地域と、市町村や団体と協定を結んでいて、実施を行う地域本当に豊富です。専門的な知識と実践力を、主体的に習得していくということが可能となっています。あとはですね、湖なので調査で必要なものとですね、皆さんに組み立て式のものを組み立ててもらって、ありがとうございました。また後で先生方登場してください。酪農学園大学では農業、畜産、酪農と様々な分野を学ぶことができます。スペイン風のオムレツフリッターダというものなんですけど、そのことをコンテストに出した時の写真になります。サークル活動はさっきもここの大学を志望した理由のところで言ったんですけど、弓道部やりたいって思ったので弓道部に入って受賞させてもらってます。国際理化学研究室という人間と野生動物のことを対象としているゼミに今自分がいます。動物、人との動物の例えば熊が飛行するのは何だろうっていうこととか、環境問題、海洋汚染とかのことをやっていたりしています。どんな実習がありますか？あとまたなんかどこに行ったりしたことがありますか？そこちょっと教えてください。実践野生動物学実習で、シグカップ村にカンジキっていう、雪の上でも歩けるような深い靴みたいなのが入って、雪の中を進んでいって、無線機とかを使って、ここにいますっていうのを書いて、学校にいる動物、乳牛だとオルスタインとジャージ、ゼミは豚ロースと豚タンパク質、自身は、自分は酪農コースなんで乳牛中心、動物もそうなんですけど、逆に畜舎の評価や環境の分析、動物の幸せな尻尾っていうやつが入ってて、何人ぐらいいるんですか？50、60人はいる。あ、そんなにいるの？あります。マリアも動物園に行って、その、自由見学したりとか。勉強の両立って結構大変なんですか？うまくやれてたりしますか？私、アルバイト週3日でやってて、普通に課題をやって、部活もバイトない日は行って、で、ゼミ活動も、してるんですけど、普通に生活できてます。皆さんありがとうございました。はい、でお名前と出身地と所属学類と教えてください。はい、沢本拓司と申します。出身地は札幌市で土壌環境学という研究室を担当しています。はい、先ほども学類紹介しました前田直之と申します。肉製品製造学研究室で、日頃は一段の加工実習とか、座学では肉製品製造学とか畜産物美容学を行っています。札幌よりもっと北の旭川というところが出身になっています。好きな食べ物ですけど、やはりハムソーセージが大好きで、すすめはやっぱり自分で作ったソーセージが一番美味しいなと思うんですけど。環境共生学類の伊藤と申します。出身は東京です。野生鳥獣管理学研究室というところで、野生動物のそうです、ね、管理とか、あとは生態調べて、それが管理どういうふうな、伝えるかっていうのも、そういうことを調べてしています。3年次以降のコース選択について、学生の方はどのように選んでいますか？2年生までの材料で判断する感じですか？そうですね、2年生までで結構研究室来てもらったりとかも全然なるほどなので、それで話聞いてもらうっていうことも結構私の研究室も結構ちょびちょび行きますね、2年生。なるほど、ありがとうございます。あと、前先生、なんとかアワーってありましたね。先生方の、オフィスアワーっていうのがありまして、ちょっとそれ紹介してもらいます。教員が授業がない時とかに合わせた形で、オフィスアワーという時間を設けてまして、その時間は必ず、ゼミ室に、いるようになってます。で、私の場合はその時間はゼミ室にいますので、気楽にですね、来て、いろんな質問したりとか、いろんな話したりとか、そういう時間がありますので。
はい、ありがとうございました。